それににしても、本当にすごい人ですねこの時期の名物イベントだからか僕たちのような観光客もたくさん集まっているようですねえーっとこのチラシによるとまず一般の人が参加できる行列が来てその後プロの造形師も参加してる本格的な行列が来るみたいはあ レンタル衣装もあるから飛び入りの参加もできるのねな何そうなのかでもさっき入り口の方に「レンタル衣装の貸し出しは終了しました」って書いてあったから参加は難しいかもしれませんねななんとサイトを見た時に気づいていればそうだね 全員で参加することもできただろうにそうね司君と神代さんが参加したらすごく楽しい行列になったでしょうね <laughs> そう言われると参加できないのがますます悔しくなってしまうねまあ出れないならば仕方ない。 今日は観客として堪能するとししようしかしこうも人が多いと落ち着いて見れないなもう少し人が少ない場所へ移動するか分かったわじゃああっちの方に行きましょうみんなはぐれないように気をつけようねそれじゃあ私たちも 荷物がおばあっ神代さん <laughs> 大丈夫ですかい,いえ大したことはしていませんからしかしここは人が多くて危ないなどこか人通りの少ないところに。 スマホが落ちて、まずい、ひびが入ってしまったけれど今はそれよりおばあさんを神代さん大丈夫ですか日の森さんおばあさんもしどこかに行かれるんでしたら人が多いですし大通りの方まで送りましょうか そうですか、それなら安心ですね人混みで歩きづらくなっていますのでお気をつけて <laughs> おばあさんが大丈夫そうでよかったわそうですねでは僕たちもあれイリちゃんたちは まさかはぐれてしまったのかすぐ連絡をダメださっき落としたせいでタッチパネルが反応しなくなってしまったえどどうしましょう私のスマホももう充電がなくてあそうだわどこかで充電できないかしら コンビニがあれば…そうですね司君ちを探しながらコンビニを探しましょうもしかしたらどこかで司君の大声が聞こえるかもしれませんしねえっよイしく 聞こえたら返事して。<laughs> 人も多いし音楽も鳴ってるから声がかき消されちゃうみたいだね <laughs> この俺のでっかいデシベルを持ってしても届かないとは。 雫はスマホの充電が切れてるから仕方ないとしても神代君に連絡がつかないのはどういうことなのかしら分からん何かに巻き込まれてないといいが2人とも大丈夫かなこの音もしかしてパレードが始まるんじゃ まずいわね始まったらもっと人が増えてますます見つからなくなるわ何としても見つけ出すぞ2人の安否が心配なのはもちろんのことだがせっかくの修学旅行だ最後にみんなでパレードを見て過ごしたいではないか といううわけで、でもう一度、ルイたちちを探すすぞゃん <laughs> <laughs> 大丈夫ですか <laughs> すみません。 ちょっと喉が少し休みましょう喉は大事にしないとええでもパレードが始まってから人もどんどん増えていますねこのまま合流できなかったらどうしましょうあでもパレードが終わったら人もいなくなって探しやすくなるかしら パレードが終わったら、確かにそうかもしれないけれど高校での修学旅行は人生でもう二度とないイベントいわば一回きりの公演だ。 もう少しだけ頑張ってみませんかえっ修学旅行は一回きりの公演のようなものですからできれば僕は今日のメンバーでフィナーレまで迎えたいと思うんですそうですね神代さんの言う通りだわ私も。 みんなと一緒に素敵な思い出を作りたいですそれにきっと愛リちゃんたちもまだ諦めないで探してくれていますよねはいきっとそれじゃあ私たちも頑張りましょうそうですねしかしただ声を上げるだけでは どうしてもこの喧騒にかき消されてしまう何かいい方法があれば司くんたちが気づいてくれるような方法が妖怪の仮装目立つ そうか日ノ森さん、一つ、協力してもらってもいいですか